元宿駅は愛知県岡崎市元宿町麻人里山にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH089 号以下の種別が停車する。マナコが利用可能である。埋目検査場からの出入庫列車はここまで改装されて名古屋方面に改装されてから運用に入る。現行ダイヤにおける当駅泊まりは 休日の東岡崎7時32分発と平日の東岡崎15時37分発の1本ずつで、当駅始発は平日の6時16分発各務ヶ原線経由普通、名鉄岐阜駅と6時44分発普通、新安城きの2本となっている。東、岡崎、名古屋方面へ向かう多くの普通列車は当駅で、休行、準急を退避し、緩急接続を行う。 反対に、豊橋方面は従来あたり駅では、急行を含めてほとんど退避していなかったが、2021年5月22日のダイヤ改正より、平日日中の未普通列車が、快速特急と急行の2本を退避し、10分以上、停車している。2011年3月26日の改正より、豊川線からの快速特急岐阜きが下り2本のみ、停車。 2011年12月17日の改正より、同じく、豊川先発快速特急1本と、特急1本が停車。これは海徳と特急が通過した場合、急行の間隔が空いてしまうのを防ぐためである。これ以外の特急や快速特急は停車しない。旧ぬかた町及び本宮山形立、自然公園倉り渓谷,谷への最寄りの駅でもある。 第2回中部の駅100線に選定されている。当駅で購入は不可能だがの開かずの踏切の解消を目的に、平成4年にホームが2階、改札口等が1階という公開機となる。この完成で、駅前部分で片道1車線ずつだった、国道1号は2車線化を果たし、目立っていた渋滞は解消され流れはスムーズになった。駅前にはこの旧駅舎を忍び再現した。 縮小模型が設置されている。旧駅舎は当初、博物館、明治村へ移設する計画があったが、費用等の問題で断念した。高架下には、名鉄教商が経営する貸しパーキングがある。高架火事に6 0ラムレール、弾性分岐器が付設されたが、名電長沢方が分水嶺に向かって S 字状にカーブしているため、特急などの通過速度は、 時速100キロメートル程度である。ただし、下り2番線は加速しながら通過することが多い。平日6時44分発普通新安城駅は4番線から発車する。駅前の元宿駅バス停から利用できる。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、1006ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、 名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年340ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年1076ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年570ページ。AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス。 2019年3月23日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道配線略図名鉄120年史、編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ、 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。岡崎市統計書2015年版8運輸、通信、ウェイバックマシンによる、アーカイブ、2016年11月16日取得、2020年11月23日、閲覧。岡崎市統計書2020年版から8運輸、通信。 岡崎市、2021年8月4日閲覧。移動等円滑化取組計画書、報告書名古屋鉄道1994年9月、国道1号元塾地区、東海道ルネサンス事業委員会、京都市元塾研究会、元塾町案内版説明文元塾町。ありがとうございます。